はい、どうも、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、楽天カードでコード QR 払いで20%還元、他のキャンペーンと組み合わせれば、さらにお得にということで、今回は、久しぶりの楽天カード、そして楽天ペイについてですね。この動画では、楽天カードを持ってる方で、楽天ペイ決済をすると、お得になるかもしれないキャンペーンについてお伝えします。僕もですね、実際に参加しては来たんですけども、久しぶりにやらかしましたので、ぜひ最後まで楽しんでいただければな、と思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回お伝えするキャンペーンこちらですね。全国どこでも楽天カードでのコード QR 払いで最大20%還元。初めてお支払いされる方は全員に。これまでにお支払いされた方は抽選でということで、まあ初めてされる方は確実に20%もらえるっていうところはあるんですけども、これまでね。 楽天カードと楽天ペイをくっつけて利用されてた方は抽選にはなります。ですけども効率よくね、参加できる方法もございます。ということでね、キャンペーンの詳細を見ていきましょう。こちらのキャンペーンなんですけども、すでに始まっておりまして、10月の13日水曜日までとなっております。で、このキャンペーン自体はまずエントリーが必須となっておりまして、還元率がですね、使い方によって若干変わります。まずは左の楽天ペイアプリで、楽天カードをお支払い元に設定して支払うと、還元率が19.5%還元。そして そして楽天ペイアプリで楽天カードでチャージして支払うと20%還元というキャンペーンでございます。 この二つについての支払い方については、このキャンペーンの下の方に下がっていただくと、このステップ2のところに出てくるんですが、まずこのカード払いなんですけども、これが一番簡単です。楽天カードを支払い元に設定した支払いということで、いわゆる楽天ペイと楽天カードを連携した状態、あとは普通に楽天ペイ決済をすれば大丈夫ということでございます。この支払い元に楽天カードっていう風に入っていれば大丈夫です。で、もう一つのチャージ払いなんですけども、簡単に言うとここにも出てるように、楽天カードで で、チャージをして支払うという方法でございます。やり方もめちゃくちゃシンプルで、いくらいくらチャージしますかという風に出てきますんで、その後にチャージすれば、この楽天キャッシュというところに貯まりまして、支払い元を楽天キャッシュに変えた状態で決済すれば、まあ、今回の20%還元が初めての方であれば確実にもらえる。そして既存会員には抽選にはなるんですけども、20%還元ということでございます。で、支払い方法に関したら QR コードを、まあ、こっちから見せるパターンと、QR コードを読み取るパターンというのがあるので、まあ、これはどっちでもいいです。 ですよということでございます。で使えるお店はこちらということで、基本的にはまあ楽天ペイが使えるところが対象になっている感じではありますね。ま今回の20%還元についてはこんな感じに初めて支払いされる方は確,確実に20%還元がされます。で、申請条件500ポイントということでございますので、いつものね計算をすると500割ることの0.2なので2500円分決済することで500ポイントが確実にもらえると。そしてこれまでに支払いされた方、おそらく視聴者さんはほとんどこれに該当する方が多い。 多いと思うのでもしかするとここかもしれないんですけども抽選で1万名様に最大20%還元こちらも同じく新手上限500ポイントなんで2500円分決済したら1万名様に20%が還元されるということでございますでですねさらにこちらに出てるような条件をクリアすることで当選確率が2倍になりますその条件というのは3つ分かれてはいるんですけども条件1ポイント払いの瞬間チャージ機能で支払いあとは楽天ペース以下のチャージとか楽天エディの機能にチャージまあ、こういったものでも当 当選確率が2 2倍になりますこの中の中つ以上達成してもで、すすね当選確率は2倍なのでいずれか1つをクリアすることとでで当選確率を上げるここができますでこの条件2、そして条件3に関したらですね、ここにも出てるように、お財布機能が搭載された Android 端末のみご利用いただけますということですので、まあ僕みたいな iPhone 使ってる iOS ユーザーの方の,この条件1であればおそらくクリアできるかなと思います。ちなみにこの条件1のポイント払い瞬間チャージ機能で支払いっていう方法なんですけども、それに関してもですね、このページの の下の方に下がるとですね、ここにも出ているように、ポイント払い瞬間チャージ機能で支払いということで、まあ、やり方とかですね、簡単に出ております。この画面からですね、下に少し下がっていただくと、ここに設定方法とか使い方はこちらというところがあるので、これをクリックしたらですね、しっかりとポイント払い瞬間チャージの方法が出てきます。なので、まだ設定されてない方はですね、こちらの方法で設定してみてもいいのかなと思いますね。ちなみに、ポイント払い瞬間チャージに関してなんですけども、細かくこちらにも出ておりまして、キャンペーン期間に楽天ペ アプリ内の楽天ポイントカード機能のポイント払い瞬間チャージを利用された方そして楽天ポイントまたは楽天キャッシュをご利用の際にポイント払い瞬間チャージにより楽天キャッシュがチャージされた方が対象となりますとそしてポイント払い瞬間チャージのチャージ方法として設定できるのは楽天カードのみということですのでもしね僕みたいな iOS ユーザーを利用される方はまあ、これを踏まえた上で当選確率を上げてみてもいいのかなと思いますでですね今お伝えしたキャンペーンと合わせてまあ使った方が効率的 に参加でできるもものががありましてそれがこちらなんですけども以前にも動画にさせていただきました、ツルハグループの対象店舗で楽天ペアプリでの1回の支払いで、買おう商品を税込2000円以上買い上げいただくと、20%分の楽天ポイントがもらえるっていうキャンペーンでございます。 なので、もしね、まだこのキャンペーンを利用されてない方は、このキャンペーンと合わせて、こちらのキャンペーンをね、合わせて使えば、まあかなりね、効率よく参加できるかなと思います。こちらではね、確実に20%還元もらえるんですけども、こちらは当たったらラッキーかな、みたいな感じで参加ができるかな。で、キャンペーンの期間若干ずれあるんですけども、ツルハグループのキャンペーンに関したら10月15、そしてこちらのキャンペーン10月13までなので、まあちょっと期間迫ってきてるところではあるんですけども、まあぜひね、トライされる方は、これと合わせて使ってみたらいいかなと思います。ちなみに僕も実 実際にちょっと参加してきたんですけども、今回僕がこのキャンペーンで参加する支払い方法なんですけども、先ほどもお伝えした、こちら左側ですね。楽天ペアプリで楽天カードを支払い元に設定して支払うという方法ですね。これを選んだ理由は、僕がただただチャージするのがちょっと面倒くさかっただけなので、今回は左を選択した状態、支払い元を楽天カードに設定した状態で決済をしてきました。還元率上げたい方は全然ね、右側をね、選んでいただいても結構です。 で、早速なんですけども、僕も実際にですね、ツルハードラックに行ってきまして、こちらの顔のバブを2種類、そしてこちら蒸気でホットアイマスク完熟柚子の香りですね。以前も動画でさせていただいた僕の激推しの商品ではあるんですけども、この商品をですね、しっかりと楽天ペイで決済をしまして、決済した後の画面がこちらでございます。ツルハードラックありがとうございましたということで、なんとですね、しっかりとこちら見ていただいた分かりに2502円ということで、まあ2円超えちゃったんですけども、 くお買い物ができたということではあったんですけどもちょっとですね気づいたことがありましてなんかちょっと一瞬様子がおかしかったんですよおそらくですねもう気づかれてる方は中にはいらっしゃるかもしれないんですけどもそうなんですよね じゃんということで、なんと、ポイント払いにしてるんですよね。いや、もうね、本当に自分のポンコツさに本当に呆れるというか、まあ、ツルハドラックに行った時は、ツルハグループのポイントカードを提示して、その後に、楽天ペイのポイントカードを提示して、その後に、楽天ペイで決済ということで、まあ今回この金額もあって、結構ね、個人的に内心ドヤ顔してたとこではあったんですけども、まさかのポイント払いにしてて、自分で自分にびっくりしましたね。なので、本当はね、楽天カード払いにしたつもりだったんですけども、 全然できてなかったということでございます。なので、楽天カード払いにしていないことによって、このキャンペーンには参加ができてないということでございます。 ま、ちょっとだけ言い訳をさせていただくと、まあ、こちらのね、楽天ペイの画面を見ていただくとわかると思うんですけども、このすべてのポイントキャッシュを使うっていうところにチェックが入っている状態で、僕自身結構決済することが多いんですよね。なので、あまりこれを触ることっていうのがないんですよ。っていうのも結構期間限定ポイントとか、楽天キャッシュとかが溜まってる状態でお買い物することが多いので、基本的にずっとチェックを入れてるんですよね。ちなみにこの設定をタップしたら、まあ、ポイントすべて使うとか、一部使うとか、使わないとかあるんですけども、そして、次回もこの設定を使うとかにもチェックが入 入ってるんですよねなのでほとんどねこれ自体を触ることなくそのままにしておいたのでまあ今回の事件が起きてしまったということでございますもうただただ僕はポンコツなだけなんですよねで気を取り直してねちょっとスーパーでお買い物して帰ろうということで楽天ペイが使えるお店でサニーっていうところがあるんですけどもまあ、そこでちょっと挽回しようということで2500円分お買い物して帰ろうということでしっかりお買い物して帰ってきたんですよねまあ、最近ちょっとね野菜高いなという風うに思いながら野菜をちょっと多めにお買い物してきたんですけどもこの中でしっかりとカード 払いできた状態で、このキャンペーンにも参加できたなということで満足してたんですよ。で、家に帰った後にい,いつものごとくね。以前も動画にしたあのレシートアプリを使ってパシャパシャって撮りながらこの商品をですね。バーコードをスキャンしてたんですけどもまあ、その後に今この撮ってる動画のスライドを作ろうということで、スライドを作ろうとした時に、あのサニーでお買い物をした後の iphone の画面録画を確認したらですね。ふとしたことに気づいたんですよ。まあ、それが何なのかと言いますと。とまあ、ちょっとこちらの画面を見ていただきたいと思います。じゃんということでしっかりとね。 ありがとうございました。2679円ということで。まあ、お買い物がね、ちょっと2500円分過ぎちゃったとこではあったんですけども、なんか様子おかしいんですよ。そうなんですよ。じゃんということで、またもやですね。ま、あの、楽天のまたポイント払いにしてたんですよ。もう本当にね、この日、僕なんかしたかなと思いながら、もう全然うまくいってないんですよ。まあ、もちろんね、損はしてないんですよ。期間限定ポイントでお買い物ができたので、損はできてないんですよ。ですけども、 楽天カードのキャンペーンには参加ができてないっていうことなんですよね。いやもうなんか、これちょっと動画にするか迷ったんですけども、本当に自分でもここまでかと思うぐらいのポンコツなので、まあ、皆さんはないと思うんですけども、利用される際は支払い元とかチェックの部分ですね。あの部分は確認した方がいいかなと思います。 ま、今回のこちらの最大20%還元なんですけども、まあ、どういった方におすすめなのかということで、僕なりに3パターンに分けさせていただいたんですけども、例えば、楽天カードと合わせて楽天ペンの利用が初めての方ということですね。もうこれは先ほどもお伝えしたように確実に20%還元もらえるんで、もうぜひですね、まだトライされたことがない方はぜひおすすめかなと思います。で、2パターン目は日常的に楽天カードを利用されている方ですね。楽天経済圏普段から利用させてて、なおかつ楽天カードもメインカードで使っている方はおす,すめかなと。で、3つ目はさらに、 この2番と合わせて日常的に楽天ペイ利用されている方ですね。なのでそうすることによって、まあ日常的に使うんで、無理やり抽選に参加するような感じではなくて、日常的にね、普通にお買い物してて、当たったらラッキーかなみたいな感じで参加ができるんで、そういった方には、今回のこの最大20%還元は、個人的におすすめかなと思います。ではですね、今回お伝えしたキャンペーンのまとめなんですけども、特典内容として楽天カードでのコード QR 払いで最大20%還元。条件としたら、初めての方には全員に最大20%還元もらうことが できまして既存ユーザーの方に関したら抽選で1万名様にはなるんですけども20%還元でその中に当選確率2倍の条件もあるのでもし当選確率上げたい方はクリアしてみてくださいそして進定上限なんですけどもどちら1番と2番ともどちらともね500ポイントなんで2500円分利用することによって1番の方は確実に20%最大20%もらうことができまして2番の方に関したら2500円分使うことによって1万名様に20%分もらえるかで進定される時期なんですけども2022年の1月 待つとといいうことでございま,すまあ、そんなこんなで今回は全国どこでも楽天カードでコード QR バレーで最大20%還元のキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ今回ね、僕は大きなミスをもう2回して、まあ先ほどもお伝えしたようにミスというよりかは損はしてないんですけども残念ながらね、現時点では僕自身はまだこのキャンペーンには参加ができてないということでございます。まあ、たまたまね、今回に関したら期間限定ポイントが諸々のキャンペーンで溜まってたっていうのはあ あったので、いい感じに消化ができたと思えばねまあ。ポジティブに捉えることはできるんですけども、こういった動画を発信する上で。 ものの見事にね、僕が参加できてない状態でね、発信をするっていうのも、まあ、いかがなものかと自分でも思っているとこではあるんですけども、もしね、僕と同じようなミスが起きないために皆さんはぜひですね、あのポ、ポイントを使うとかのチェックとかを気をつけた上で、ぜひ、このキャンペーンに参加してみてください。まあ、おそらく多分、僕だけでしょうね、これ、こういったことが起きるのは。で、今回お伝えさせていただいたね、キャンペーンのリンク、そして楽天ペイのインストールバンドの方いらっしゃいましたら概要欄にもインストールリンクを置いておきますんで、またね、気になる方いらっしゃればチェックしていただければな。 と思いますということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました楽天カードも